巨人小林の面白いエピソードで打線組んだ。1、2018年規定打席到達と同時に首位打者に躍り出る。2、プロ野球熱血情報ではとりあえず嘘をつく。3、長嶋茂雄終身名誉監督の前でただ一人帽子を取らない。4、説教中にクロワッサンを食べる。5、練習に寝坊で大幅遅刻、2軍に混じって練習。6、右、2017年 AS 成績500、1本、1打点、敢闘賞。ちなみに同年の MLB オールスターでのな、リーグの唯一の打点はモリーナの本塁打で、セリーグ同様はリーグに負けている。7、ゴキブリのおもちゃにリアルな塗装を施しチームメイトを驚かす。8、2017年 WBC 成績450、1本、6打点、モリーナと熱い B 級争いを繰り広げる。9、意外と球審に無言で不満をあらわにすることがある。クリーンナップが強すぎる。さすがに草、野村小林のバッテリー好き。明らかにあれで審判イラついただろう。肘出しがない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。